皆さんこんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。はい、今日はですね、6月なので、はい、梅雨ですね。うんうんうん、で今日は梅雨にもおすすめの革財布3つご紹介したいと思います。はい、で革製品ってこう水に弱いイメージがあると思うんですけど、理由としては革の繊維が水を水分を吸収して、繊維が縮んでしまうことによってシワになったらひび割れが生じてしまうためであると考えられています。はい、で今回ご紹介する3つのアイテムなんですが完全防水ではないので、まあ、濡れたら、まあ、できるだけ早くタオルとか柔らかい布で拭いていただくことがいいかなと思うんですが、他の革よりも、まあ、少し水に強い革っていうのでご紹介したいと思います。はいはい、まず1つ目なんですがカルトラーレのエンボス加工っていうものになるんですけど、うん、このエンボス加工ってこう肩押しレザーと言われるものなんですけど、はい、こう肩がつきやすい革の表面やこう塗装仕上げをした面に模様がついたこう金属のプレスでこう加熱加圧して、うん、さまざまな模様をつける加工なんですけど、はい、それによってあの革全体が肩押しされてるエンボスレザーは水に強くなると言われてます、うん、なるほど。はい、でまあ、理由としては繊維が締まってるので、うん、っていう理由で傷とかも目立ちにくいかなと思います。うん、カルトラーレのエンボス加工のアイテムは4つあるので、うんうん、こちらもあの用途に合わせていろいろ選べるので、うん、はい、こちらもチェックしてみてください。はい、一応、さらっとご紹介するとこれがジャミーウォレットっていうものになります。はい、はい、でこれがハンモックのお財布と、うんうんうん、でフラットかなり薄いものになってますね。うん、ハンモックウォレットコンパクト、はい、はい、こちらの4つですね。はい、マリスコのダービーっていうものなんですけど、うんうん、普段マリスコって皆さんこっちのプエブロレザーの方で、よく見ていただいてるかなと思うんですけど、うん、種類としてはこっちがタンニンなめしって呼ばれるもので経年変化していくものなんですね。うん、でこっちがダービーの方はクロームなめしっていう呼ばれるもので、なめされてるので、うん、こっちの方は経年変化しないんですけど、うん、耐久性とか耐水性とかがあるものになってるのでこちらもこちらに比べたら水に強いかなと思います。なるほど。はい、最後3つ目がヒズファクトリーのゴーストシリーズなんですけど、はい、ブライドルレザーはこの表面に見える白い粉状のものをブルームと呼ぶんですけど、うん、これが、ワックスを浸透させてるレザーなので、まあ、ワックス、まあ、イコール油はこう水に混ざらないので、うん、こう表面がオイルコーティングされた状態にあるので水とかも濡れても浸透しにくい、うんうんうん、で一般的なその革よりも、はい、まあ、水に強い革と言われていまして、そうですね、これも使っていくと、うん、どんどん色味が出てくるので、お、はい、綺麗ですね。綺麗ですね。まあ、こういう変化とかも楽しめるレザーになってます。水にも耐性があって、はい、エイジング楽しめるのすごいいいとこ取りしてます ね、すごいですよね。うん、でこちらのアイテムで、はい、2つ折りかずキーケースになります。うんうん、で今持ってる財布が、はい、こう普通にこう例えばウェーブロレザーとか、うんうんうん、水にあんまり強くない革を持ってるよ、どうしたらいいのっていう時は、うん、まあ、もし濡れてしまったりしたら、うん、まあ、できるだけ布とかタオルとかでこう柔らかいものでこう拭いていただくのがいいの、自然乾燥をさせるのが一番いいかなと思って、はい、でよく聞かれるんですけどドライヤーとかしていいのって言われるんですけど、うん、それはなんか、ダメな理由としては、うん、急激に乾燥させちゃうとこう革の縮みとか硬化につながってしまって、で肩崩れとか、はい、ひび割れとか引き起こしちゃう場合もあるので、うん、まずは焦らず、うんうん、自然乾燥させていただいたらいいかなと思います。うん、今日は、梅雨におすすめの革財布3つご紹介しました。うん、商品の詳細は概要欄に貼ってますのでチェックお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。